今回のゲストはですね、ドクトル・ルチャこと清水勉大先生でございます。よろしくお願いします。ドクトル・ルチャ、はい、ねえ30何年前にドクトル・ルチャとして格闘チャンプフォーラムに登場いただいた。そうですよね、はい、でもね、ドクトル・ルチャっていう名前でバンバン売ってくれたのはこの番組です。自分から言い出したわけじゃないんですよ、この名前は。寺内半兵衛がもうわっと言ったことが、一応こうちゃんと市民権を得たのはこの半ちゃんのおかげと。寺官が違う。あ、違うの？違う。アメリカ人のデビッド・メルツァーっていうプロレスライターみたいなのがいるんです。すごいこうマニアックな裏ライターみたいなのがいるんですよ。それが日本に来た時にドクター・ルチャっていうね、アメリカ人のシカゴの人間マニアを一緒に連れてきた。ドクター・ルチャか。それで両国で何の試合かなんか見て、で彼らと一緒に、そのそばでイタリアレストラン、3人で飯食ってる時に、そのデビッド・メルツァーが、私とドクター・ルチャを対決させたわけですよ。あ、どっちが知ってるかみたいな感じで。それでこういろんな質問出ると全部私が答えて、向こうは詰まっちゃう。うん、その瞬間に、メルツァーは君はやっぱりドクター・ルチャだったわけ。私はそのドクターじゃなくてドクトルがいいわっつってそれでドクトル、そうだからって言って別に「週刊ゴム」の紙面でドクトル・ルチャって自分のことを書いたりなんかしないじゃない。だけどこの番組内でそういうふうに言ったりしてくれて広めてくれたのはこの番組のおかげです。そうなんですね。じゃあ一応ドクトル・ルチャだっていう認識はあったわけですね。勝ったもん。80年だから当時編集長でしたね。編集長だな。86、9年からだから、週刊ゴム編集長よりドクトル・ルチャが勝っちゃったって感じですね。確かにこの番組のおかげです。それはね、週刊ゴム編集長って紹介してなかったかもしれない。もしかしたら一番最初はゴム編集長って言ったかもしれないですけど、なんか2回目3回目ぐらいからもう面倒くさくなってドクトル・ルチャの方が全然いいやったんです。そのうちにだんだんこう、例えば自分の書いているプロレスメキシコ情報みたいなのじゃない、そこのところにちょろっと自分でドクトル・ルチャの書いてある。そしたら竹内康介さんがもう喜んじゃって、なんか知んないけど「ドクトル・ルチャかいいねこれ」みたいな感じで、それからじゃあもう思いっきりこう自分からあんまり言わないけどね、みんなが言ってくれるっていう感じ。今でも言われるんですか？今でも言われますよ。すごい。ドクトルってそれはそのメキシコ人レスラーから言われるとかそういうことじゃなくて。いや、メキシコ人レスラーは私のことをトマスって言ってた。そうだ。それは1979年に私が最初メキシコに行った時にエルトリオの控え室でエルソリタリオに会って。それで「お前名前なんて言うんだ」っていう時「つとむ清水」っつったら「なんだそれ」とか言われて、すっとか発音できないんですよね。今日からお前トマスだって言って、なるほど、それでトマスっていう、ストムのトムだからトマス清水っていうのはもうメキシコ人のレスラーの中でも今や伝説だから、ドクトルよりトマスって言われた方が私には「うん」って反応します。すごいですね。メキシコ人からもその素晴らしいこう称号を。そうだからね、エル・ソリタリオっていうのは今や伝説の人ですよね。1986年の4月に亡くなっちゃったんですけども、大々レジェンドですよね。だから今の新しい選手たちがなんであんたはトマスって呼ばれるのっていうこう質問してくるんですよ。そういう時に私がいや実はソリタリオがあっていうと。でそこでもう平服するわけです。なるほど。そうなの。ソリタリオが命名だぞと。そうはあ。いや本当今もうそんな感じですよ。すごい。これ見てる方ご存知の人もいると思いますけども、学生の時からミルマスカラスのファンクラブを作り、メキシコのプロレスを日本に広める活動なさっていたということでよろしかったですか？学生の時から。そうですよね。出会いは何だったんですか？今更聞くのもなんですけど。ルチャとの出会い、ルチャの出会いマスカラスですよ、やっぱり。まあやっぱり完全にマスカラス、マスカラス、もちろんマスカラスっていう、まあもっと古いこと言うと、やっぱりメキシコっていうのにちょっとやっぱりもうガキの頃から興味あったんですよ。はあ。もう一番最初見たのはね、ブーフーウーって言ってますよ。3匹の子豚。あれメキシコの話？だってソンブレロかぶって。あ、確かにそうだ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 。ソンブレロなんかこうポンチョみたいな。そうそうそう、確かにそう、これサボテンもあってさ。そうですよね。そのうちに次にマカロニエスタにハマって、マカロニエスタにイタリア西西部劇、クイント・イーストウッドとかジェルヤン・ジェームズ、フランコ・ネロとかが出てきてね。でもほとんどその舞台はメキシコなんですよ、荒野。まあロケはスペインなんですよね。メキシコ人がもう虐げられるんですよ。そうですね、大体そういう話ですよね。この貧しいねメキシコ人たちがいたりとか、あとはもう悪いこの山賊のいや出てくるでしょ。それをジュリアーノ・ジェンマがもうバン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 ってそうテレビやってましたからね。山賊とかそういうのが出てきて悪さするんですよ。でそれを見てて、ああメキシコこういうところ行ってみたいなっていうのもあったりなんかして。でもマカロニウエスタン見て、僕も子供の頃本当に毎晩やってたから。いやイーストウッド見てね、あの時にうわメキシコって思う清水さんはちょっとおかしいですよ。だってイタリア映画なんだから。イタリア映画だよね。そもそもイタリア人が作ったインチキ西部劇っていうものですから、メキシコ普通出てこないんですよ。そこをやっぱりあサボテンだとかあの荒野だっつってメキシコやきちんと。でもやっぱりあれね、ロケがいいの。場所の設定もなんかちょっと中米、まあ要はいわゆる西部なのか西部なのかメキシコなのかちょっとよくわかんないのが場所だからってことですよね。でやっぱり使ってるそのなんかエキストラみたいなのもやっぱりイタリア人使ってるから濃い人間が出てくるから、ラティーノしか出てこないから、だからメキシコ人。そんなことを見てたらある日突然ゴングみたいなね、1968年の3月ぐらいかな。ゴングって雑誌は初めて、その前から買って全部プロレス&ボクシングとかね、見てたらなんかロサンゼルスになんかメキシコ人のなんかスーパースター現れたビル・マスカラス、なんだこれって思って。はあ、それでもうゴング創刊してすぐ現れたってことですか？創刊の年に現れたんですよ、ビル・マスカラス初来日。そうそう、初来日じゃない、ロサンゼルス登場、初登場。あ、初登場、初登場。それをちゃんとゴングが報じていたってこと。そう、スポットね。はあ。すごいなんか飛ぶやつがいるぞと。なんかすごいなんか毎回マスク変えてね。でもう逆三角形ですごい体してて、もう飛んだりもすごいっていう。だけどそれはマカロニウエスタンで見ていたメキシコの悪党たちと全く違う正義のヒーローじゃない。そうですね。民票ですからね。そう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 。メキシコにもこんなこうすごいこう正統派のすごい人がいるんだっていう。何年ぐらいですか、そのさ初めてロサンゼルスのマットに登場した。68年でしょ、来たの。初来日71年だから。初来日は71年。清水さんその時いくつ？68年。68年は僕まだ2歳ですわ。全然知らない。6年から。へえ、そうでしたか。だからもう71年にロサンゼルスから日本に来た時はもう羽田空港にバーンって待って3年間、もう3年に待ちに待ったってさ。私にとってのビートルズですよね。はあ、確かに。もう68年でまさにね、その数年前ですからね、ビートルズからね。66年か。だからずっとこう恋焦がれていた少年がリンゴスターとかマッカートニーと仲良くなっちゃえるようになるなんて考えもしないよね、やっぱりね。その時は羽田に200人ぐらい来ちゃう、バーって。その時は接触できたんですか？触りましたよ、マスク。マスクでこう歩いて触りましたよ。なんだろうと思う。今でこそなんかマスクマニアの中では「Q査点」っていう記事なんですけど、それまでだって「ザ・デトロイヤ」とかああいうこういう記事しか見たことないでしょ。伸縮性の布みたいなね、デトロイヤのああいうのしか見たことない。キラキラしたやつ初めて見たんだ。だけどもうね、つるんつるんしてるんですよ。つるっとしたね。でもそれは私の目にはね、皮に見えたの。ああ。全部が。でも一部皮でしょ、これ。いや、もちろん、千鳥は皮なんだけど、全体が皮に見えた。うわ、宇宙人かなと思った。それこそ、なんか、いい場みたいな感じだった。触ってみようと、本当に思いましたよね。触った、それで。うちに触るな、触るなとかやってたけど。日本航空1便です。1時間遅れでしたね。1便。あれですよ、イミグレーションが奥に見えるんですよ、実はその頃羽田ってね、濃い緑の透き通ったガラス、分厚いガラスみたいなのがこうあって、こうやって今ちょっと最後の最後やるような顔がね、チラ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 見えるんですよ。景気のところも出てくる。そう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 。俺これ張り付いてましたから。いい場所、いい場所取りましたね、しかし。でもうね、その頃はね、何便で来るってなんか確かにね、来日外人ね、来日外人迎えスーツでしょ、だってスーツは着てるけど上からね、なんかダサい黒いコートを着てましたね。冬だからね、ちょっとこうマントみたいなね、ガラスに張り付いてね、もうこの辺りで記者たちがもう待ってるんですよ、記者とかカメラマンが来ねえな来ねえな、どうやって来るのかなみたいな、なんか着いたらしいぞとかなんかいうのはちょっとたまに入ったり、乗り子を見たら白いのチラ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 動くんですよ。なんか頭みたいなのがうおっと思って、多分最初なんじゃない、俺が最初見たの。日本で他の人間はなんかこうもう入り口のとこにただ張り付いてる、その場所しかからしか見えないところにいたから、あら日本で実物のマスカラスを見たの俺が最初だと言えると、まあ関係者がいるから、トラップのところでね、多分城樋口さんとかが、米沢良三さんとかが待ってたみたいですけどね、ファンがいっぱいいるからマスクをかぶって出ろよっていうことを言いに先へ行ってたみたいですよ、だから。だけどもうその時からマスクかぶってたんです。なるほどね。本人曰く、もう言われなくたってかぶってるよ。それはそうですよね。そうそうそう。いや、それはロサンゼルスのミスターモトさんやなんかにもちゃんと言われてて、日本ではマスクをねずっとかぶってなくちゃだめだと。まあイミグレの時は当然脱ぐんですけど、その時だけパッパって取ってるんですよ。はあ、それが初。それでもう、まあ翌日ね、それでその伝説の星野勘太郎戦を見て、マスカラス対星野勘太郎戦を見て、もうこれでもうあれですか、もう自らファンクラブを立ち上げて決めたわけですか。2年ぐらいしてかな、翌年ぐらいかもしれない。そっか、じゃあもう中学生になるぐらいにはもうこうエルアミーゴ立ち上げてた。エルアミーゴじゃない、最初悪魔仮面。悪魔仮面。悪魔仮面っていうファンクラブ。悪魔仮面っていうファンクラブ。悪魔仮面っていう名前だったんですよ。そうですね。確か。マスカラスだね。そうだそうだ。千の皮を持つ男っていうキャッチフレーズのもあるし、全日本になってから仮面貴族になったけども、悪魔仮面。桜井さんがつけたんでしょうね。桜井康夫さんがね。まああれ外国人は一応全部敵っていう時代ですよね。いや、もちろんそうですね。ルチャリブレって自由への戦いじゃないですか。いや、違うんです。違うんですか。違いますね。聖なるものが悪いことするのがプロレスなんです。わ、また深い話になっちゃうんですよ。